バッチリだね。嬉しいか？よしよし。気合い十分だね。まあまあかな。体重はバッチリだね。いい感じだね。はい、何です？行こう。ただいまより投票受付を開始します。世界各国のダート校舎たちが集いました。果たして砂漠の覇者となるのはどの馬でありましょうか。ドバイワールドカップ9頭スタートを切りました。
まずまずのスタートかと思います。先行グループからまず見てまいりましょう。7番セントラルパークが先頭に立ちました。そして内からは5番ランニングスタッグ、この辺りちょっと離れている3番バレフ、カパノアリオールがかわしていきました。外から1頭9番ビクトリーギャロップ、そのうち4番アルムターケル、その後ろ3馬身くらいあってレイラミ、もう1頭ハイライズ、シルバーチャーム、しんがりからレースをしています。人気どころは後ろの方、先頭は依然としてセントラルパーク、5番ランニングスタッグ、台風の目となるか、カタノアリュール、非常に怖い馬です。それからもう1頭3番バレフ、ビクトリーギャロップ、そのうちからは4番アルムターケル、2番レイラミ、そして外からはハイライズ、ちょっと離されましてシルバーチャーム、有力どころは後ろにいる、ちょっと胸騒ぎはします。これが先頭セントラルパーク、それから離されましてランニングスタッグ、そしてその後ろから1番カタノアリュール、その外に3番バレフ、そして5番手に9番ビクトリーギャロップ。さあ灰色のペルシャ絨毯を踏みしめて各馬が栄光のゴールへ向かいます。先頭セントラルパーク、足が止まった先頭オドリーとセントラルパーク、外から差を詰めてきているシルバーチャーム、セントラルパーク、先頭ビクトリーギャロップがかわした。3番手にレイラミ、内を通ってバレク、レイラミがかわした。レイラミ1着、ドバイワールドカップ勝ったのは2番レイラミだ。気を取り直して次行こう。一着、二番、二着。馬がレースから帰ってきたね。
い感じだね。いい感じだね。気合い十分だね。お、嬉しいか。よしよし。いい感じだね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 。はい、何です？2番人気か。ただいまより投票受付を開始します。中央と地方の精鋭が互いの意地をかけてぶつかります。ダートの帝王決定戦、いよいよスタートです。ゲートが開いて飛び出した。12頭であります。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先頭に立つのは何か。花を切ったのはゴールドプルーフ、大隅ゲットがかわしていきました。それからゴールドヘッド、5番サプライズパワー、3番手を伺おうというところ、カタノアリュール、大地シャーロック、第1コーナーに向かいます。12頭、これが一番人気の名声オペラ、菅原騎手。この手応えはどうか。内を通りまして、スノーエンデバー、第1コーナー右にカーブを取って、第2コーナー、それからスタートザウェイ、差が開いてラシアンスキー、そして内からは1番 MI ブラウン、この辺りちょっと離れている成田コマレ。さあ前の方はどうなっているのか。ゴールドヘッドが先頭です。
そしてその後ろから大隅ジェット、前前での競馬サプライズパワーと石崎騎手、外を通りましてゴールドプルーフ、ここにいた刀アリュール、大舞台の重圧を跳ねのける力がこの馬にはあります。そして6番手に大気シャーロックであります。7番名声オペラ、緑の帽子が馬込みで揺れています。そのうちからは2番スノーエンデバー。さあいよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。カタノアリュールは5番手といったあたり、ゴールドヘッドが抜け出した。先頭はゴールドヘッド、先頭行くゴールドヘッド、ああもういっぱいか、抜けた抜けた。10番大隅ジェット、内から1頭ゴールドヘッド、さあ抜けました。大隅ジェット、スノーエンデバー、届くのかどうか。先頭シート、大隅ジェット、内か外か。サインはもう渾身の鞭さばき、並んだところがゴール。馬がレースから帰ってきたね。